怪談師 YouTuber の七代です。今年の5月に YouTube を再開してから何ヶ月だ6、7、8、9、10、11、12、半年ちょっとですかね。ありがたいことにチャンネル登録者2000人突破しました。ありがとうございます。いやー、もうこれも一人にですね、皆さんが応援していただけるおかげでですね、僕もちょっと毎日投稿する元気になっておりますので、これからもぜひよろしくお願いいたします。さすがにちょっとね、これ挨拶だけの動画を1個上げてもなんかあんまり面白くないなと思ったので、初の質問コーナーをやってみようかなと思います。レッツラゴー。なんで怪談始めたんですか？怪談を始めたきっかけが、そもそも YouTube を始めたきっかけでもあるんですけども、僕もともとウェブデザイナーっていう仕事をしていて、でそこでちょっといろいろ企画を立てなきゃいけなくて、でちょっと YouTube を使った企画を立てようってなって YouTube のことを調べたんですよ。もう今からだいたい6年ぐらい前なんですけど、でその時に YouTube って個人的に投稿とかしていいんだってことに気づきまして、もし自分が YouTube 何か投稿するとしたら何だろうなっていろいろ考えた結果、最初お笑いをやろうと思ったんですよ本当は。なんですけど、もうすでに YouTuber でもう超大先輩のめぐみんさんがもうすでにその時超大人気で、でいやこれさすがにちょっとこんなに人気あったらちょっと難しいなーなんて思っていて、いろいろ考えていた時に、待てよと、階段すごい好きだったんですよ。まあ自分で個人的に階段収集したんですよね、趣味で。なのでちょっとそれを話してみようかなって思ったのがきっかけです。で YouTube に投稿しようと思って怪談を話してみた結果、いつの間にかこうイベントとかに出るようになり、大会にも出るようになり、怪談師になってしまったという、顛末でございます。霊感はありますか？ね、霊感はもともとなかったんですよ。で動画で話したかな忘れたんですけど、僕のなんか守護霊がおじいさんがついてるらしくて、それがものすごく徳が高いと。でそのおじいさんの守護霊の人がついてるから、こういうなんか心霊現象にあったりとか、なんかこう霊が見えたりとかってことは七代さんはないと思いますよっていう風に結構複数人の見える方から言われたことがあるんですよ。なのに怪談を YouTube で投稿するようになってね、動画撮ったりとか、まあ、いろんなイベント出たりとかしてるうちに、だんだんと気配が分かるようになってしまったんですよね。なんだろう、前情報でねすごい有名な心霊スポットだから怖くなるのかって言ったらそうでもなくて、全然何にもない時に急にふーってこう重くなったり寒くなったりすることも出てきちゃったんですよね。霊感がないはずだったのについてしまったみたいな感じですかね。怪談は実話ですか？怪談は YouTube に上げてる動画の中で赤っぽいサムネイルのやつあるじゃないですか。多分この辺にポンって出ると思うんですけど赤っぽいサムネイルのやつ、あれは実話動画でございます。で主にはですね、例えばバーに行ってね、隣のお客さんにちょっと話を聞いてね、なんか怖い体験とかないですか、実は僕あの怪談師やってましてなんて言ってね、話しかけてちょっとね話を聞いたりとか、まあそういうことをしてますね。怪談ライブとかやらないですか？他の怪談師さんとか事務所に所属してやってる方とかと比べたら、僕は全然ライブやってない方だと思うんです。なんせ年に 2,3 回ぐらいしか僕は実際ね、あのイベントとしてやってたりとかすることないんですよ。でもっとやんないですかってよく言われるんですけど、僕基本的に YouTube がメインでやっていてですね、配信とか YouTube が、なんで世界中の方に楽しんでいただけたらいいなっていう気持ちはあります。ただまあもちろんそのライブやってる時のあの怖いの独特の臨場感というかね、雰囲気っていうのは、まあ、ちょっとやっぱりライブじゃ出ないので、それはまあ夏場はもっとやっていけたらいいなっていうふうには思っています。一番怖かった心霊スポットはどこですか？僕そんなにたくさんまだ心霊スポット行ってなくて、これからもっとね、視聴者の方から寄せられたね、ここの心霊スポットやばいっすよってとことかね、行きたいんですけど、過去に行った中だけで言うならば、動画上げましたけど、埼玉の笛吹峠はちょっと異様でしたね、空気が。あと、ま、動画アップしないですね、YouTube を再開する前に、個人的にちょっと行ってきた、子供の国っていう横浜にあるんですけど、神奈川県の。子供の国の隣に緑山峠っていう峠があるんですけど、そこもまあなかなかでしたね。もう日中だし、その日快晴だったんで、真っ青なんですよ、それ。真っ青なんですけど、なんかこう、死んでるっていうんですかね、空気が、そこだけ。あれはなんか独特でしたね。他のとこにはないような感じでしたね。はい。朗読はやらないのですか？
朗読もねやってほしいんですけどって言われるんですよ。言われるんですけど、あれなんですよね、僕滑舌がめちゃめちゃ悪いんですよね。あの多分もうお聞きになってて分かる方多分多いと思うんですけど、滑舌めちゃめちゃ悪くて、自分なりにあの発音とか発声トレーニングはやってるんですけども、やっぱり滑舌が良くないですね。聞き苦しいなって個人的には思ってしまうんですよ。でもまあ前より良くなってきてるんで、また朗読とかやってみてもいいかなとは思うんですけど、やっぱね朗読ってすごい方いっぱいいるじゃないですか。まあそれこそこの間一緒に旅行行ったりとかした京太郎くんとかですね、もうめちゃめちゃいい朗読をされる方なんで、もうああいう方見てると僕は全然全然ってちょっと思っちゃうんですけどね。ちょっと機会があればっていうところで、好きな二ちゃん発祥の名作怪談は何ですか？キサラギ駅っていう話知ってる方多いと思うんですけど、あれは多分創作怪談だと思うんですけど、めちゃめちゃ怖かったですね、始めた時には。うわこんなにリアリティのあるなんかこう怪談っていうんですかね、そういう怪異みたいなのなかなかないよなと思ってゾーッとした覚えありますね。まあ、他にもね八尺様っていう怪談も僕好きですね。冬の間は何をしているんですか？階段した人に絶対聞きたくなるやつですよね。大体階段をやってる人って夏しか出てこないっていうイメージが強いと思うんで、じゃあ冬の間何やってるのっていう感じになると思うんですけども、僕はまあ夏冬関係なくずっと YouTube 投稿し続けて、今もねこうやって投稿してるわけですから、まあ、やってはいるんですけども、夏ほどまあそんな階段の動画をガツガツやっていくみたいな感じではないですね、モチベーション的には。ただ冬の間何がいいって、心霊スポットとか廃墟とかああいうとこ行くのにぴったりなんですよ。でなんでかっていうと、夏場だとねちょうど階段の季節ですしね、田舎のまあねヤンキーみたいな人とかね、不良みたいな人たちとかねのたまり場になるじゃないですか、その廃墟とか心霊スポットって。でなんかそういうところで鉢合わせちゃうとね、やっぱり怖いじゃないですか、こっちもなんか霊よりもそっちの方が怖いわっていうね。でこと考えたらやっぱりこう冬はね人がほとんどいないんですよ、寒いから。そういう意味で冬がねある意味心霊スポットとか廃墟巡りには適してるなと個人的には思います。ってこともあって一つ答えを授けるとするならば、冬場は心霊スポットとか廃墟とか巡ってます。はい。仕事は何をしているんですか？まあ今の怪談師は冬の間何やってるのとちょっと通ずるものがあるかもしれないですけど、じゃあ仕事って何やってるの？まさか怪談だけでやってるわけじゃないよねっていうのあると思うんですけど、僕はいろんなことやってるんですけど、まあクリエイターなんですよね、そもそも。例えばウェブサイトを作ったり、チラシとかパンフレットとかそういうのデザインをやったり、イラストも描いたり仕事でやったりとか、まあ実は僕がイラスト描いた本西の方で販売してるやつあるんですけど、あとはまあなんか記事書いたりライター的な活動もやったりしています。でまあつどつどなんかもう自分がやりたいなと思った仕事を受けてやってるっていう感じですかね。一応個人事業主フリーランスのクリエイターとしてやってます。であとはクリエイターとかになりたい、フリーランスで独立したいっていう人向けに教育事業があって、田舎フリーランス養成講座っていうんですけど、まあ、そこの講師をやったりもしてますね。趣味は何ですか？趣味っていうような趣味はないんですけど、僕は趣味を仕事にしてるんですよね、いろんな。仕事にしてないけど趣味っていうのであれば、クイズが好きですね。恋人はいますか？いたりいなかったりなんですけど、今はいないですね。まあ、恋人も過去にもなんか何人もいたはいたんですけど、まあ、続かないんですよね。続かないんですよ。なんで振られるんですか？ちょっと待って。だからそう、振られる前提ならやめてほしいんだけど、まあ確かに振られるんですよ、僕。振られるんですけど、人間って、いろんな理由でね、恋人に振られるわけじゃないですか。で、僕の場合はもう、僕なんですよ、悪いの。で、理由は、例えばですけど、ホテル行こうとかなったりした時に、このホテル、実は5年前にね、行方不明者が出てるんだよね。でね、未だに、その時にね、いたカップル、彼氏さんの方が見つかってないんだよね。っていう話とかもね、普通に魔法で始めるんですよ、僕。とか、どっかね、旅館に行きますとかでも、旅館に泊まってて、ああ、なんか良かったね、温泉楽しかったね、みたいな、とかやってても、そういえばさっきさ、少女のところに何か映ってたよ、とかね、急にこういうこと始めるんですよ。もうね、即振られますよね。突然怖い話を始めるのが理由ですね、振られる。そういうところだよ。そういうところだよ。そういうところ？Yeah.